トボガンに興じる人々1870年代のトボガンパーティーサラトがスプリングズに作られていたトボガントラックトボガンはカナダのエスキモー民族であるインヌやインディアン部族のクリー族が使う簡単な作りのソリで雪上遊具としても用いられているトボガンは板の片方が半円状に湾曲したような単純な形で横から見ると J の字のような形をしている一般的なソリには 底面にスキー板やランナーといった路面との接点を小さくしている部分が存在するが、トボガンは、そこが平たく全体で路面に接するようになっているのが特徴である。長さは、長短様々なサイズがあり、一人用から大人数用まである。トボガンの乗り方はしごく単純で、湾曲下側を前にして座り、手綱を握り、雪の積もった丘などの上から滑り落ちるだけである。 複数人で乗る場合は一番前の者のが手綱を、残りの者のは前のもの,の腰に手を回して乗る。初期のトボガンは木製で平たい木板と手をかける綱のみでできていた。その後素材はアルミニウムやプラスチックなども使用されるようになり、また大型のトボガンが商業用や救助目的で運用されている。またトボガンはスケルトンの元となった遊びであった。 人気を博したトボガンはカナダに限らず、アメリカ合衆国やスイスなどでも遊ばれており、現在のスケルトン用トラックに通ずるようなトボガントラックが存在していた。ありがとうございます。